皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年8月の31日、13時23分、昨日の11時頃朝の、カコちゃんドアノックしに来ました。あの名前呼んでくれなかったら無理だよっていうことは今まで何回も言いました。でもしそれが隣の奥田というものであれば、奥田という表札なんですよね。そのものが早川さんと一緒にいるところを、神戸地方裁判所の、宝塚音楽学校の、いじめ問題の裁判の件で傍聴席で一緒にいるところを見かけてるんですよ。だからそのドジャースの試合イコールテレビ朝日の、視聴率、ニュースの時間帯ですね。でまあ、それによる売り上げ云々等によって隣の奥田というものがノックしたかもしれない。ドジャースの試合が始まるぐらいの時間帯でしたから。でその動画を見ていて、がん治療センターか何か、まあ、本当のところは何か分かりませんけども、そんなところに子供を集めて一体何の意味があるのか全然よく分かりませんから、そこで職員の人たちに、本当に佳子様の方が悪いですからっていうことを、言われていて、佳子ちゃんは私が謝りに行きますって僕は心の声で、伝えてる時に、言ってるんですけども、けど淡井圭介に謝りに行きますとは言ってないでしょ。謝りに行きますで謝るわけじゃないでしょ。謝りにここまで来て ドアをノックしたんであれば、謝りに来ただけで謝ってないでしょ。だそういう卑怯な生き方するのにやめてくださいって言ってんの。僕の方が持たないから、精神的に。謝りに来るって言ってるんだから、何回もその日のうちにこの辺に今まで何回もね隠れ潜んでたんでしょ。何回もこう起きたらいいじゃない。昨日の11時ぐらいの時間帯って僕昼寝できてたんですよ。睡眠不足で困ってるって言ってるでしょ。なんで寝てる時にいちいち起こしに来るんです。でなぜドアをノックした時に自分の名前を名乗らないんです。カコちゃんであるのであればね、していいことと悪いことあるでしょ。僕の母親殺されてるんですよ。睡眠不足にさせられて。で、僕も殺されそうになってるんですよ。しかも裁判前という、この、ものすごく卑怯な裁判妨害の仕方で。それ自覚持ってますかっていうことなんですよ。謝りに行きますって言ってるときに、カコちゃんヘラ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 笑ってるでしょ。それ謝りに行く人間の態度じゃないの。本当に自分が申し訳ないことをした、本当に悪いことをしたっていう自覚はあるんであれば、だから本当は叱るべき人間が佳子ちゃんをもう思いっきり叱らなきゃならない。そうじゃないと本人自覚は芽生えないから、悪いことをしていたっていう。で、かたや何でしたっけ、ちょっと iPad 持ってきますね。ちゃんと動画見る前にメモ用紙と鉛筆用意しておいて、何が問題あったかっていうことをきっちりとメモしておいてもらったら、それもし佳子ちゃんじゃなかったとしたら裁判をするときにね使用できますから。でその映像をコロ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 、淡井圭介メッセージを発してる内容のものを各テレビ局とかアベマとかでもしっかりと、放送して残しておかなきゃならない。で日本アグナリに参加で、まあこちらの方のアベマなどの方では、まあ、TBS の方だと障害のある青少年らのキャンプっていうことになってるんですよ、見出しがね。でそのがん、小児センターのところに関しても、がん小児センターっていうことになってるんですよ。
だからそんなところに子供が、がん患者の子供なんかいるわけないし、もともと。で、だから国の税金とかを使って余計なことをしすぎなんですよ。子供のうちからそんなにわけのわからないことを教えてどうするのっていうことなんですよ。子供集めてって。障害っていうことになってるのは、障害の意味は、身体障害者とかのことじゃなくて、障害っていうのは、例えば僕にとっての障害は誰かっていうことになる。要するに、僕の人生を邪魔してるのは誰かっていうことになる。だからそういう公務とかに手を組んだ人たちが僕にとっての障害。嫌がらせ目的で組んでるから。怒らそうとしてるから。で、怒らそうとすることによって、カコちゃんとの結婚を破談に持っていこうとしてるから。そこまでカコちゃんを読めなきゃならない。なんでこんな仕事回してくるんですかって。で、あとそれと、あとまあ、その、アグーナリーっていうのも、そのテレビ局関係で言うと、そのアグナリーってどこの国の言葉なんですか？淡井圭介のアーと、グッドとかのグーで、ナリーじゃなくて、淡井圭介が、愚直のグーとかのね、愚かっていう意味で、愚かなりみたいな形で、こういう名前を選んでる。そういうふうにも受け止めれるように、どこかの国の言葉であったとしてもですけど、もともとテレビ局の造語の作り方ってそういう作り方してますから。で、まあその時に正直こちらもだいぶ、その家の横通り過ぎる方法とかで、こちらもだいぶ、嫌な思いしてましたから、だから僕の悲しみがカコちゃんの方に行くようになってる。なんかどうも云々の話ね。それと絶対覚えておかなきゃならないことが、その交差点の横を通り過ぎたのがカコちゃんであったとするのであれば、その後紀子様らしき人物が交差点で横通り過ぎてる。で、僕を利用して顔を作ってる。その時顔僕の方がボロンになってるから。で、そういうひどいことをしに来たのであれば、前もって自分から電話を連絡かけてないから、そうなったんでしょ？なぜ紀子さんも僕に電話かけなかったんですか？自分が顔きれいになりたかったんでしょ？で、その綺麗になった顔で何してたんですかっていうことなんですよ。逆でしょ、立場。だからそれで睡眠時間を取れたりしていたから、だから来たくなってしまったりだとか、自分の名前を勝手に使ったからだとか、それはもう言い訳ですよ、そちらの。一法律にこだわりすぎ。違うから。今までのこと全てを経緯を考えて裁判っていうものは行われるものなんです。そんなことを何十年も繰り返してきたんですよ、あなたたちは。で、助けるべきところで助けてないんですよ。で、今日の朝起きた時も肌はだいぶ今日はそこそこ寝てたんで、肌はだいぶマシになっていたんですけども、カコちゃんのことを考えたら肌取られてます。それは返してください。民法720条正当防衛1102です。皮膚です。顔の皮膚。もしかしたらそれだけじゃないかもしれませんけども、でもしこれが昨日、まあ、想像したら、カコちゃんかなっていうのを想像しただけでそうなっていたから、クイズ要素かもしれないし、
これで、まあ、その隣の奥田っていう人も顔きれいになってるから何回かここ最近見た時にね、僕は睡眠不足になってる時にで、一応まあ昨日の晩の動画、まあ撮影してる時に、まあ郵便配達の人が来て、まあ、209号室へ行ったんですけども、ほらなとか言ってたんですよ。っていうことは209号室の人間が顔を取ってた可能性は奥だね。で、ただそこいろんな人間は今まで何も出入りしてるところを見たことあるから、誰が来てたかわからない。まあ、あの、かこちゃんが昨日の朝11時来ていてノックをしたんであれば、その、そこにあの反省文なりをね、ポストの中に入れておかなきゃなんない。IKSK 向けての。まあ、君の真実の愛はどこへ向かってるのっていうことを僕はホームページで書いてるでしょ。だからそれは、あの、はっきりしてもらわなかったら困るから。そうじゃなかったら、正直に告白した人間が損じゃないですか。だから卑怯な世界しか出来上がらなくなる。で、フェイクニュースばっかりになる。謝りに行きますって言って、謝ってないんだから。謝りに来ただけで、家にいなかったっていうことにして帰っていった。だから、眠たくなった、寝ていた、あの、昼寝しようとしていた、まあ、朝方ですけども、二度寝三度寝のその時間帯を、狙って起き上がれないから、もう辛くて辛くて体しんどいから。もしかしたらその体の誰かのしんどさを移してこられている可能性もあります。20、30でね。もうそうなったらもう、あと、それとドアノックしたところで、玄関ぐらいやここの部屋ぐらいでしか、それもこの窓を開けていてね。その範囲ぐらいでしか聞こえない。あんな小さなドアのノックの音だと。大きな声で自分から声を出して、何々ですって言ってっていうことは今まで何回も言ってる。言ってるのに言わなかった。だからそれは卑怯だから顔を、かこちゃんは僕の顔を作らなきゃならない。腹とか顔返して。かこちゃんが来たのであればね。そうじゃなかったらもうこれ奴隷的、奴隷制度と同じなのよ。恋愛じゃなくて、最初からそういうふうなことを目的で、恋愛関係に見せかけて、いろんな、スポーツ関係のことを含めてね、ややこしいことを僕に押し付けて、自分たちは総裁として、例えば信子さんとかもいろんな、スポーツ関係の総裁とかになってましたけども、それをするからエネルギーの消費がたくさん増えるのであって、それを一切しなかったらいいのに、もともと宮家の人たちにそんなに仕事なんかないんですよ。そういうふうな変な仕事ね。それをするべきではなかったし、エネルギーの残存量問題、それと、あと少子化問題と、あと精神病院の精神を生産されなくなる薬だとか、そういったことに対して大真面目に頑張って助けてあげなきゃならなかった。それをずっと仕事としてしていればよかった。そしたら、しっかりとした、形で、その、正しい見方っていうのはされる。ただただひたすら僕から顔とか皮膚とか撮って、顔は綺麗とかで、動画のコメント見てたら、けなしてるコメントとか自分たちで削除してるでしょ？それはテレビ局の人間にさせてるんでしょ？結局。残しておきなさいって自分たちで言いなさい。で、そうじゃなかったら正しい評価っていうのはないから。エネルギーの残存量問題に対して。それをしなかったら他の政治家の人たちも同じ。大臣だろうが総理だろうが。それをしなかったら、エネルギーの残存量問題に関して、特にストレートに言ってくるものに関しては、そのコメントは、たとえ、相手を罵倒するようなコメントであったとしても、それはもう貴重な意見として受け止めてもらわなきゃならない。それがなかったらなかったら向こうも動けない部分あるかもしれないから。いろんなしがらみがあるから。だから、綺麗だの、可愛いだの、そんなコメントばっかりこうね、並んでるけども、だから昔から、そういうことを
よく分かってるから、まあ、僕は一時期その顔のことについて忘れてましたけども、グレーのテルさんとかはアルバムに入ってる曲で、まあ、まだ2000年過ぎぐらいの頃のアルバムですけども、まあ、歌詞のワードあまりこういうワード使っちゃダメなんですけども、もうストレートにこんな表現の仕方してくれてるんですよ。顔だけのやつを殴り、すいませんと言えたらそれだけで OK って、かなり過激なワードですけども、けどこのその悪いことをしない人間に対して自分から嘘を言って謝りに行きますって言って謝ってないわけでしょ、未だに。いつもそうなの。会いますって言って会わないでしょ。で、NHK のあの手話パフォーマンス2024年ということになってるけども、それは2023年のものかもしれない。で、そこでも、その、家の横を通り過ぎる方法とか、私もそれ無理だからっていうことは本人も言ってるの。言ってるのに、今まで何回も通り過ぎてきたでしょ。家の横通り過ぎたり、僕は歩いてる横を通り過ぎたりだとか。フミート様もそう。能登半島の地震の被災地行かれた時に会うって言っていたのに、結局会ってくれてないでしょ、会って話し合いしてくれてないでしょ。被災地どうでした、あの今までのニュースの内容全然復興進んでないですよ。なぜ阪神淡路大震災の経験者である淡井圭介をそばに置いておかないんですか。それは皇室もそうだし国会にもそう、両方に向けて意見言える人間じゃなかったら、どこに、問題があるのかが分からないでしょ、結局のところ。経験者じゃなかったら。で、今もう喉がかすれ始めてるんですけども、フミート様に対して偉そうな態度を取ってると思ってる人間いるかもしれませんけども、国連で認められているのは淡井圭介であって、世界に対して貢献してきたのは淡井圭介であって、他の人間じゃないんですよ。黒人初の大統領オバマさんが誕生できたのも、僕は人権作文を1998年ぐらいの頃、世界中の政府上層部の人たちがフルーツ・ラ・パークに集まった時に読み上げて、黒人初の大統領を目指しましょうということで、もともと弁護士とかをされていたオバマさんがその道を進んだ。そして黒人初の大統領になった。その時、その広場に集まった人が歴代最高の数。だこのコンピューターの統治の仕方に問題がありすぎるんですよ。でそれを分かった上で、佳子ちゃんちゃんとそれメモできてるって、自分でノート作ってるって、一冊分だけって。で今でも明子ちゃんの声聞かされるし、それはもう正直腹立つし、で、怒ってはなくても嫌な思いはしてます。寝る前とか、その声とか聞かされるから。鬱陶しい、本当に。で、取り付いてきたりする。だから、あの時の、この間の8月9日の顔で見ると、だから、淡井圭介を利用して若返ろうとする人間、こうしそうな人間にも多すぎた。で、そこには僕の睡眠不足に支えられている状況があって、地面まで取っていたのが皇室の実態だから、そこに関しては深く反省してもらわなければならない。人としてしていいことと悪いことがあります。どちらが違法行為をしているか、明白ですから。あなたたちが、僕は精神病院に入れられているときに、いつ助けてくれましたか？それもほったらかしにしていたから、エネルギーの残存量問題、河川水門開始玉発電も全然始まらなかった。始めることができなかった。で、地下を掘りまくって、世界中で約200億トン分ぐらいの空洞が出来上がっている。だから世界中で地震が発生している。その件に関してもそういうふうな内容で、ストレートな放送をしない。今、それを皇室のせいだって言ったんじゃないんですよ。それはもう、だから一般消費者の人たちに問題があるって。だからみんな電車パス徒歩で、我慢しなきゃならないよっていうこと形にしなきゃならない。空いてるテナントなんかいくらでもあるんですから。で、本当の人口も発表して、で、もう企業合併しかないと。新しく出す店なんかないと。そういう本当の話をしなきゃならない。
多分今の国境内で日本人は3000万人多分いないと思います。甲子園の出場校を見たら分かりますから。それ51番見てくれました？ホームページ淡井圭介の履歴の1番をまず絶対見なきゃダメですよ。毎日どんなこと書いてるか。徳島県なんか甲子園の出場校20校しかないんですよ。それぐらいしか。鳥取島根も同じぐらいですよ。状況をご理解できてますかっていうことなんですよ。さらに高速道路ってずっと作りっぱなしだったのが自民党であって、それはもう自民党が責任を持たなきゃならない。で、ある程度厳しいことは僕からも言っていますけども、だけどもそれは、もっとテレビ出てる人とかで、激しく、厳しいことをおっしゃられてる方いらっしゃいますけども、そういう人たちは貴重な人たちです。絶対必要な人たち。テレビに出るべき人たち。それについて反省の弁を述べなきゃならないのは自民党の人たちであって、なぜそうなったかのことについて理由を説明していただきたい。で、自民党内でもその何かがんじがらめになってそうせざるを得ないような状況があったのかどうなのか、それをはっきりと教えてくれなきゃならない。ぼやっとしたことしか言わない。万博なくすだけじゃない。ダメなんですよ。京都の縦貫道っていう高速道路に関しても1990年にバブル崩壊があったから高速道路なんか新しく作らなかったらいいのにがあったのに、その1990年の後に縦貫道を作ってまして、もう今までも出来上がってるんですよ。でそんなところ車ほとんど通らない。もともと人口いないですから。だから人口容器はそもそも間違えてるからそういう形になるのと、みんな電車バス等にしなきゃならないから、今さから高速道路なんか作っても意味ないの世界にしなきゃならない。他も同じです。神戸でも、湾岸線の高速道路に関しても、だからそこ、ホームページに淡井圭介の履歴の1番、ちょっと遡って見てください。国にこの工事すぐにやめてくれって言ってる内容いっぱいあります。で、僕が撮影した、建てすぎてる、ビルの群れ、空き家ばっかりです。どこ行ってもそうです。どこの都道府県行っても。それが事実なんですよ。でこんなことも答え出てたんですよ。1998年フルツーラパークで勤務してた頃に、もう日本テレビ放送も株式会社で僕からの内容でね CG 化されて、どんな形に将来人類がなるのかっていうのはもう公開されてるんですよ。エネルギーの供給が止まって、そこが尽きて人類が死滅していって、ビルから木生えていく。ビルから木生えてきてるところの映像なんかいっぱいありますよ。軍艦島だけじゃなくて他の場所でも。これが事実ですから、もう一回加古ちゃんの件に戻りますけども、私の方から、私が謝りに行きますと言ってますけども、私が淡井さんと会ってちゃんと謝りますと言ってない。だそこは卑怯なところ。言わないと、それ謝るまで帰りませんって。会ってちゃんと謝罪するまでって。で反省文の方はどうですかって、アグウナリーのとこ言われたでしょって、それ反省文書いてくださいって。こんなことずっと延にしてたってエネルギーの残存量問題も解決できないし、君は完全に20億の命を軽視してる。でそんな人間が公務なんか開いちゃダメ、外交なんかしちゃダメ、特に若いうちから関わったらダメなの。余計ややこしいことになるから。君がマクロン大統領だって、淡井圭介がマクロン大統領と言葉を送ってマクロン大統領が会うって言って、で加古ちゃんも淡井圭介と会うって言ってるのに、加古ちゃんとマクロン大統領が会ってるでしょ。でそもそも女性が政治の舞台に入ってきたらまずいの、特に外交。不倫しに行ってるようにも見えるから、浮気しに行ってるようにも。もともとはそれいっぱいあったから、今までの事件で。でそれでも僕は加古ちゃんの子供の頃の心とかを信じてるし、今までそれ二十歳前後の頃にも、僕のことを、好きでいてくれたと。29歳の誕生日のあの映像でもそうです。でそこの、その真実の結婚に関して、あと、まあ、それ
それ以外のところでもね、僕とカコちゃんが結婚するっていう形で物事を収めなかったら、僕もう講師として完全にダメです、本当に。人として。社会の上に立つ者の人間としてね。で、紀子様も信仰の横で、この間多分通り過ぎたの、紀子様でしょ、だいぶ顔を輝いてましたけども。みんな結局顔を輝いたくて、この辺歩いてたんだったら、特にスポーツ選手なんかお金の支払いをしなきゃいけない。だけど誰もしてくれてない。たかは 2.5%。あなたたちで、じゃあスポーツの勝ち負け、世界の頂点いくつ勝ちましたか、皇室の人たちで。それ行ってた気分になってただけでしょ。その間の時間帯で業務を起こされたりしてたんじゃないんですか。昨日何かメダル取れました。昨日の晩は僕、しっかり寝てましたよ。昨日の晩というか、まあ今日の夜中ですね、0時00で、8月31日に日付変わっていて、その後寝てますから。それものすごく大変なことなんですよ。ちょっとやそっとの集中力じゃダメだし、頭の中を供給し続けるのって。それだけじゃなくて、腕の力とか足の力とかも筋肉を、供給しなきゃならない。特に陸上なんか走る競技に関しては頭の中プラス足の力も供給すると。それはもう僕のホームページはアーケースケンジの一番のところからオリンピック関係のところを見てもらったら分かります。ハードルに関してなんですけども、もともと日本記録保持者を持ってた人よりも別の方でね、頭の中プラス足の力を渡した場合、ハードルに関してはちょっと足に引っかかったりはしてるんですよ。だけどもタイムはそちらの方の人が良かったんですよ。で、もう一人の日本記録保持者の人には頭の中の供給だけを行った場合、どうなったかっていうと、タイムはそれなりに良かったんですよ。それなりに良かったんですけども、けど、その頭の中プラス足の力を供給した人には及ばなかったんですよ。柔道の試合に関しても頭の中の供給プラス腕の力とかも供給しようとするんですけど、それすごく難しいんですよ。頭の供給量が下がったりしますから、頭の供給量を大きな供給量をキープしながら腕の力も、供給できたり、足の力ももちろん足腰も重要ですから踏ん張ったりするので、両方とも供給できたりするのと、あと、背筋力とか。大谷翔平選手が165キロ出したときは、腕の力とか足の力とか背筋力とか頭の中とか、まあどちらかというと筋力の方ですね、供給したのは。頭の中はあんまりほとんど供給してない状態で、ただしやっぱりその状態だと、ストライクゾーンにボールいかないですね。たまに威力はあっても。日本ハムにいた頃の時代の話ですよ。そういうものすごく、オリンピックなんか1日に、何十試合だって、もう普通プロ野球の1試合だけでも長いペナントレースの期間を考えたら、1試合勝つのにこれだけ大変なのかと。で、それを百何十試合もしなきゃならないのかというところでほとんど人間は挫折するんですよ。話長くなりましたけども、この動画はとても重要だと思います。これしっかりと、覚えておいてください。もう笑いながら謝りに行きますとか言っちゃダメ。その時点でもう多分失敗します。もうスポーツの勝ち負けとかずっと見てもらったら分かりますか？試合中絶対笑ったらダメですから。で、ちょうど29分になりましたけども、佳子ちゃんの誕生日が29日、12月29日。自然と29分という形になっています。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。本当ね、もうこういうふうに言うのも、もうこれ、もう不安感プラスなんですよ。9月5日、結局、共同訴訟人だとか、補助人参加人だとか、補助参加人だとか、そういった形で、弁護人っていう形もありますけども、誰も来てくれなかったら、どうしようっていう不安感の方が大きいですね。
野球なんかはまたプレミア始めようとしてますから。以上です。